お、この、で、BGM を流していただければ。無音にしちゃったことで。画面は開発中のものですね。出てますね。あ、ほんとだ。画面は開発中のものだ。これもう、ループさせちゃってて大丈夫です。で、ノエルの特徴として、はい、このゲームのスマートコンボっていうシステムがあるんですけど、ボタン連打で簡単にコンボを攻められるスマートコンボっていうシステムがあるんですが、ノエルのもともとブレイブルーにあった、はい、チェーンリボルバーっていうドライブ性能は、このゲームにおいているスマートコンボの立ち位置になってます。三角ボタンを連打することでチェーンリボルバーを出すことができるということでございます。いやー、もうスマートって言葉がいいですよね。やっぱスマートに決めてくれるシステム、はい、もう僕の憧れでもありますからね、スマートはね、今ね、はい、そうなんですか。ああ、そっちですか。そっちです。はい、なんかスピードスキルも入れてありますね。で、これ以前のキャラクター紹介 PV とかと結構このゲーム中のユーザーインターフェース、体力バーとかヒートゲージの、あ、スキルゲージのところとかが結構デザイン変わっているので、その辺にも注目していただければなと思います。そして声も新録ですね。ちょっとまだいろいろ未調整なところはありますが、まあ、画面は開発中のものでございます。はい、やっぱね、このね、デザインとしていろいろ作ろうかなと思ったのに、はい、先に言われちゃったよ、小沢さん。あ、すいません。で、このアンダーナイト、アンダーナイトのステージとかね、結構普通のこの、なんだろうね、都心でこいつ銃をぶっ放してるところ、相当やばい。これどこですか。これはアンダーナイトインバースのステージですね。はい、これアンダーナイトインバースのステージなんですけどね、はい、これね、捕まっちゃいますね、これ完全に。いや、はい、まあ、原作にあって必殺技も一通り入っているという感じになっております。まあ、だけどほら、アンダーナイトインバース、ほら、この夜だったら別にね、はい、何してもだって、うん、まあ夜ですか。銃ぶっ放してるよりもさ、あんなでかいカバ振り回したり日本刀振り回したりするんだからさ、そいつも捕まえるよ。だってさっきのキャラ紹介 PV よく見ていただければ、だって反乱の筋肉男がだって女の子ボコボコにしてるんですよ。あれは結構やばいっす。待ったなしですよ。通報待ったなしですよ。夜だから何でもいいというわけじゃないんだぞ。騒音騒音。うつろの夜、うつろの夜は恐ろしいな。まあ、これ今簡単な4ヒットコンボしてますけれども、これもスマートコンボですね。四角ボタンを連打することで弱攻撃連打で今みたいなコンボをすることができるんですね。簡単。はい。これ簡単なんですよ。非常に。初心者でも全然できます。そうですね。そろそろ次行きますか。はい。はい。さあ、というわけでちいちゃん持ってきました。まあ、こんな感じで、いかにも拳で戦いますという感じの構えから始まり、まあ、ペルソナ巴を使った攻撃も入ってますね。原作であった黒天劇って必殺技はこのスマートコンボに含まれております。ほうほう、はい、なるほど。こんな感じでペルソナを使って攻撃する、これは強攻撃ですね。強攻撃、はい、相手を凍らせるブフ、こちらも D の強攻撃に入っております。こんな感じでね、こう肉弾戦で戦うキャラプラスペルソナを召喚して戦うという感じになってます。この辺から必殺技、これね、チエちゃんを代表する必殺技の一つ、ドラゴンキックですね。はい、空中にいる相手にドコーンとぶち込んで大ダメージを奪う技となっております。これね、僕モーションすげえ好きなんですよ。かっこいい巴を利用してメニューで、はい、こんな感じで蹴り技ボッコーンでぶっ放すキャラっていないんですよね。あ、そうですね、ないですね。ライチのエクシートアクセルくらいじゃないかな、こういう斜め上のキックのモーションが入ってるので。あれはモーションだけ、はい、今どっちかっていうと演出じゃないですか。そうですね、でも単品の必殺技は、はい、お、なんかキラキラしてる。うちだとあとジャムがいますよね。確かに、はい、アグニアストラもありますよ。アグニアストラは空中で出すことができます。地上は2種類あります。これかっこよくないですか。これかっこいい。ペルソナとペルソナ同時攻撃プラス番長って言ってた、聞こえた、ナルカミと知恵の同時攻撃っていうタッグっぽい動きもできるということですね。すごいペルソナっぽかったですよね。そうですね、まさにペルソナのタッグっていう感じの組み合わせをすることもできますよ。はい、これも頭に戻ってきてるんですけど、まあいろいろ画面は開発中ではございますが、こんな感じで着々と開発が進んでおりますと。中井さんもあれですか、どのキャラ使おうかなと。どれ使おう、前回のイベントでちょっと触らせていただいて、はい、やっぱちょっとなんか素早い方が私好きっぽい。なるほど、だからって未発表のキャラ言っちゃダメですよ。はい、言わないぞ。ダチョウ倶楽部じゃないですよ。ドキドキ。じゃあ動画はこの、さあ来た、もうレイチェルをでかい、でかい、やはりでかい、もう圧がある。画面に入りきってないんですけど、バレンシアはこんな感じで歩いてね、この重厚な歩きからのバックステップと、このキャラは歩きと、前でステップをすることができます。おー、なんかもう圧がなんかこの回避がやばい、このサイズ感の差がすごくて、これはブレイブルクロスタッグバトルのシステムの一つであるクラッシュアサルトですね。
2人で同時攻撃を行う、中段判定の技となっております。すごい。でこれあの僕資料持ってきたんで、おあの資料必殺技名が覚えられなくて、アイゼンネーゲルは、めっちゃドイツ語やん。いわゆる 236A だとアイゼンネーゲル、はい、そしてビルベルビントも入ってまいりました。これがまあ、あれしたいといえばコマンド投げ、はい、ドレーンドルヒボーレン、ドレーンドルヒボーレン、ドルヒボーレン、こういう順番もあります。声優さんがいるんだから読んでもらわないと、まあ、ということでしょう。ドレーンドルヒボーレン、コマンド投げ、コマンド投げ、あ、ここまでね、はい、フェアデルーベン、猫魂、猫魂読んでます。ごめんなさい、ごめんなさい、これ俺のこれどういう技かなって書くやつ、猫魂、書いてあるんだ、ごめんなさい、ごめんなさい、書いてあったから、まあ、説明用のまあやっぱこういうね、まあ、長いリーチ、まあ、巨大な体を持っているパワーキャラで、かつ投げキャラっていうね、このリーチが長いので、こういうね、キャラクター好きな方は刺さるんじゃないかなと思います。当てやすいんですか、大きいと当てやすくなるんですか、はい、あ、相手から攻撃受けやすいって話ですかね。どっちもありますね。そうです、どっちもありますね。やっぱりでかいキャラっていうのは自分のリーチも長ければ相手からの攻撃も当たりやすいっていう、まあ一長一短というかですね、メリットデメリットあったりしますけれども、まあ、逆にそういうキャラが好きっていう方も多いので、そういう方にはぜひ、ね、ド派手に、はい、動き回ってほしい。ド派手に決めるぜ、かっこいい、どうしたかっこいい、いろいろね、なんか僕も思うところがありますよ、結構あの原作 の、 あのコンボ中にこのドレーンドルヒボーレンが、まあ、ガード崩しにも加えてこんな感じでコンボ中に組み込めますよっていう、まあ、加えて、まあ、空中版のドレーンドルヒボーレンも入ってます。今の怖え、面白かったな、怖え、はい、結構分かってねえ的な怖えだったね今、そうですね、まあ、よく分からないと、まあ、この辺は格ゲーマー的なお話になってくるんですけれども、はい、という感じになっております。かっこいい、かっこいいが正義、かっこいい、確かに、うん、結構我にかっこいいと思うんですよね、俺も好きですよ、怪獣感、金属感がいい、そうそうそう、じゃあそろそろ次、はい。